玉カビに感染した、メンカバカナ予病とは、主に稲の菌類による感染症の一種である。菌に感染した苗は著しく徒長し、正常な個体のほぼ2倍に達し、灰色は薄く石管は長く倒れやすい個体となる。また分血もわずかとなり、収穫に悪影響を及ぼす。主に稲に見られるが、稀にトウモロコシに感染し発症することもある。 病原体は、稲葉カナエ病菌という死亡菌の一種で、その胞子が開花した種もみに付着することで、養病の発芽と同時に胞子が発芽し、植物を成長促進するホルモンを分泌することによって、蒸気の症例を発するメカニズムとなっている。予防するには、種もみ時点での殺菌が有効である。殺菌剤には、ペフラゾエとプロクロラズ等のエビ剤が主として用いられるが、 熱湯で殺菌する方法も行われている。なお、従来用いられてきた殺菌剤のベノミルチューラムは耐性菌の増加により使われなくなりつつある。ジベレリンはもともと広く植物の体内で合成される成長ホルモンの一種であり、多くの種類が存在する。植物にとって摂取型となることは害であるが、成長には必須な植物ホルモンの一種である。 従って病原体を培養してジベレリンを生成し、カキや野菜の成長促進に積極利用されることもある。ありがとうございます。